グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。横浜市は諌様邸雑草対策増援工事石張動画施工例。こちらのお家はとても広いお宅ですね。どうやって問い合わせがあったんですか？もう立派なお宅でしょう。うん、そうですね。このお宅はホームページ、うちのインターネットでホームページを見ていただいて、うん、奥様が草が生えて困ってたんですね。はい。それでお問い合わせをネットからいただきました。ほう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 。あ、これは石を置いてますね。どんな作業ですか？はい。まずね、ここの場所がね、草だらけだったんですよ。はい。夏に草がいっぱい生えちゃって、はい。で、もともとウッドチップっていう素材をここに土の上に撒いちゃったんですね。うんうんうん。で、なんかそのウッドチップのところに蛇が出たりね、いろいろ虫が出たりね、いろいろ悲鳴を上げてるような状態だったということで、うんうん、もうここがそういう虫や蛇なんかが出ないような状況にしてほしいっていうようなネットでのお問い合わせで現場を見に行ってこのお仕事始まったんですよ。ああ、そうなんですね。ですからまずもう石張りをしましょうみたいな感じでね、うちの石を張ってる他のお宅の事例がネットにたくさん出てるので、それも奥様がご覧になってて、で、うんうん、で、まあ内心こんな石貼ったらどうかなと思ってたらしいんですよね。おー、で、こんなちょっと、ね、こうデザインで石をまず貼りましょうみたいな、おー、で、暴走対策しましょうみたいな、うん、そんなことを話して始まってます、この仕事が、うん、この石を置く位置と、この目地とかはどうやって決めるんですか？はい、で、まあこのまず目地っていう言い方を石と石との間を目地って言うんですね。はい。で、これがまあなかなかやり方が難しくって、十文字の目地っていうのは絶対やっちゃいけないんですよ。はい。それだけ注意してまずやらないといけないということです。職人さん十文字がないでしょ。うん、そうですね。かっこいいですね。はい。で、これで完成なんですけれども、奥にある照明の下の辺をやってました。はい。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。雑草対策の施工事例がたくさん紹介されていますので、ホームページをぜひ見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。